ローが液化し始め、光り始めたティーライトティーポットを温めるティーライトティーライトは、ローソクが点灯中に完全に液化するために薄い、金属製、またはプラスチック製のカップに入ったローソク。通常は小さく、円形で、高さよりも幅が広く、安価である。ティーライトの名前はティーポットを温めるのに用いることに由来するが、一般的には、 本牛などの食べ物を温めるためにも用いられる。ティーライトは奉納するろうそくでは人気のある選択肢である。アクセント照明やアロマオイルを熱するのにも適している。装飾効果を出すために水に浮かぶように設置することができる。サイズが小さく光の程度が低いためしばしば複数のティーライトが同時に点灯される。もっと長く点灯する T ライトは ナイトライトと呼ばれることがある。フランクフルトアムマイン・ボーンハイムのホーリー・クロス・チャーチのセンターフォー・クリスチャン・メディテーション,ンスピリチュアリティ・オブ・ザ・ダイアシス・オブ・リンバーグで2500個の点灯するティーライトから作られたクレタスタイルのアドベント迷宮ティーライトには代償様々な形や大きさ、点灯時間と香りがある。ただし、ティーライトは一般的には短く円灯形であり、 直径がおよそ 38mm、高さ 16mm で白の無光量のローが付いている。標準的なものは用いるローによるが、およそ 32W の出力を持っている。芯は金属片につながれ、溶けた牢の上に浮かび、ローが燃える前に燃え尽きてしまうのを防いでいる。いくつかの特許デザインにより保護されている。通常の T ライトにおける金属カップが透明な、 プラスチックのカップになっている場合もあり、時にそれはポリカーボネートプラスチックで作られている。透明なカップにより、ホルダーから多くの光を逃がすことができる。ただし、金属のカップの方が、はるかに一般的である。ヒマラヤの塩で作られたハート型のティーライトキャンドルホルダーティーライトは、キャンドルホルダーで使うのが好まれる。ガラス、金属、 セラミックや他の素材で作られた小さなポケットからもっと大きくて込んだティーライトランプまで様々なスタイル、色、形がある。ホルダーには香りありもしくは香りなしのティーライトキャンドルを用いるのに適した大きさのカップがある。ディスカウントストア、ギフトストア、家の装飾店ではこれらの小さなキャンドルのホルダーが並んでいることがよくある。 新たな技術が用いられるようになり、電動のティーライトも一般的になっている。白熱電球や LED 電球を用い、LED 電球は LED が効率的で明るくなるにつれて好まれるようになっている。様々な色があり、ムードを設定したり装飾に合わせたり入れ物のデザインを拡張できる。様々な機械的。 電子的アニメーションを用いて動く炎をシミュレートすることもできる。電気ティーライトは炎があるティーライトよりもずっと安全であり、心配の元となる裸火や熱がないため、無人で放置することができる。これにより、自立式レース構造の内部もしくは紙、木材、その他可燃性材料で作られたキャンドルホルダーの中に置くことができる。炎がある大きな T ライトでは、 不可能な場所にフィットするようにずっと小さくすることもできる。電気ティーライトは熱源としては役立たないため、卓上鍋やフードウォーマーには適していない。ありがとうございます。